はい、こんにちは、MB です。今日はユニクロのエキストラファインメリノウールについて話そうと思います。エキストラファインメリノウール、僕もう何年も前からこのアイテム、とにかく夏の T シャツと同じだと思って、冬の T シャツはこのエキストラファインメリノウールだと思って、1枚でいいから手出してみてくださいっていう話をずっともう やり続けてる、何年もメルマガとかで言い続けてるんですけれど、そのぐらいめちゃくちゃおすすめです。何がおすすめなのかっていうことを今日話していこうと思います。まずですね、このユニクロのエキストラファインメリノウール、まあ名前ちょっとややこしいですよね。エキストラファインメリノみたいな、これ実はユニクロが作った名前じゃありません。もともとある名前です。メリノウールってそもそも何かっていうと、メリノウールっていうのはオーストラリアとかニュージーランドとかで取れる羊の種類の名前なんですけれども、基本的にまあ世界中でいろんな羊がいて、いろんなウールが取れるんですけれども、それぞれにこうランクがあるわけですが、メリノウールってじゃあどのぐらいのランクかっていうとですね、実は世界中であるウールの中でもトップクラスに高級品だとされている種類なんですね。でそのメリノウールの中でも実はいろいろランクがあります。エキストラファインメリノだったりとか、ファインメリノだったりとか、スーパーエキストラファインメリノだったりとか、まあ、いろんなその等級というか格があるんですけれども、エキストラファインメリノの上はですね、実はスーパーエキストラしかなくて、実はユニクロのエキストラファインメリノウールっていうのはかなり高級なレベルです。正直あの伊勢丹とか阪急とかの百貨店で2万円3万円ぐらいで売られているものでも、エキストラファインメリノウールの素材って普通にあります。でこれ2000円とか3000円でしょ。どれだけコスパがいいかわからないです。はっきり言ってこれ出されて困ったニット屋さん山ほどいます。そのぐらいこれコスパいいんですよ。でそのエキストラファインだったりとか、ファインだったりとか、スーパーエキストラだったりとか、その格付けって一体何で決まるのか、こういうニットの格って一体質ってどこで決まるのかって言われると、実は糸の細さで決まるんですね。このエキストラファインとか、ファインメリノとか、スーパーエキストラファインとか、ストロングメリノとか、いろんな種類があるんですけれども、その種類って糸の細さで実は分類されています。でユニクロのこのエキストラファインメリノって糸の細さどのぐらいかっていうと 19.5 マイクロンなんですね。で商品ページにもわざわざそれ書いてあるんです。なんでユニクロが、まあ誰が読んでもわかんないじゃないですか。 19.5 マイクロンですとかって書かれても、多分100人読んで99人がはって感じだと思う、読み飛ばすと思うんですよ。なんでわざわざユニクロがそんなこと書いてあるかっていうと、彼らが俺たちの素材マジですごいんだぜって多分言いたいだけだと思うんですよ。 19.5 マイクロンの糸でエキストラファインメリノウールで、2900円とか3900円でしょ。それって結構とんでもないことなんです。まあ実はこれとんでもないと言いつつも、無印も競ってたりするんですけど、無印も確か 19.5 マイクロンのメリノウール作ってるんで、まあユニクロとちょっと競ってはいるんですけれども、まあせいぜいユニクロと無印ぐらいです。このぐらいの品質の高いあのメリノウールのニット出せてる、この低価格で出せてるのはユニクロと無印ぐらいだと思うんですけど、まあちょっと話を戻してですね、なんで糸が細いと高級品になるのかっていうと、実はこういうハイゲージのウールニット、まあこういうツヤ感のあるさらっとした上品なものをハイゲージっていうんですけど、ハイゲージニットの良し悪しっていうのはですね、糸の細さで決まるんですが、なぜ糸が細いといいかっていうと、実は糸が細ければ細いほどツヤが美しく出るとされてるんですね。これはスーツでも同じ考え方です。スーツの生地も基本的にはウールですけども、高級品であるウールって何で高級品かどうかが決まるかというと、糸の細さなんですね。こういう生地って、まあ、中島みゆきの歌じゃないけど、縦糸と横糸、まあ、糸同士をこう折り上げてですね、ニットってできるわけです。まあ、編むか。糸同士を編み上げてですね、ニットってできるわけなんですけれども、元であるね、生地の元である糸、まあ、これ本当はこう紐解くと糸になるわけですけども、元である糸が細ければ細いほどツヤが出るんですよ。なんとなく想像つきますよね。太い糸で編むとツヤ感ってなんか出なそうでしょ。なんかボコボコして出なそうじゃないですか。細い髪の毛みたいな細い糸を使うからこそ、こういうヌメッとした綺麗なツヤ感が出るって、まあ多分なんとなく感覚的にも理解しやすいところだと思うんですけれども、同じメリノの、あのメリノ種の高級ウールでも、いかにこの細い糸を使うかっていうのが非常にポイントなんですね。でエキストラファインメリノって、まあ、上から2つ目ぐらいかな、最高級のランクの、ウールの糸、まあ、19.5 マイクロンという極細の糸を使ってるんで、めちゃくちゃいい素材なんです。これで、これ気づいてない人本
当に損してます。10年前とかだったらこんな値段で売られてたら腰抜かすレベルですよ。今だからこそユニクロと無印が頑張ってるから普通になってるけど、これ全く同じ素材で はっきり言ってどことは言わないけど全く同じような素材で2万円とか3万円で売ってるブランドって実際ありますからね。2000円とか3000円で買えるのって本当にありえない話なんですよ。僕は別にユニクロから一銭もお金もらってないけど、この仕事はマジですごいと思います。ユニクロの歴史上トップ3に入れてもいいぐらいめちゃくちゃすごい仕事だと思います。でしかもこれすごいの、もっとすごいのがマシンウォッシャブルなんですよ。ニットってまあ誰でも想像つくと思うけど基本的には洗えないんです。家で洗うためにはドライクリーニングだったりとかわざわざクリーニング店に出してケアしてもらわなきゃいけないんで、そうじゃないと洗濯機に入れてガシャガシャ洗うと毛羽立ちがすごくなっちゃってなかなかそのダメになるのが早くなっちゃうと。だからニットってのは基本的にクリーニングに出してくださいっていうのが今までの常識だったわけですけど、しかもこういう細い糸ってね脆いんですよ。想像せんわかると思うんですけど、細い糸で作られたニットと太い糸で作られたニットだったらどっちが丈夫だと思いますか？太い糸の方が当然丈夫なんですよ。細い糸の方が基本的には起毛しやすくてダメになりやすいんですね。でダメになりやすいのにこれマシンウォッシャブル家で洗えるんですよ。すごいと思います。でユニクロさんこれもかなり自信持ってるみたいで、何回どっちが10回洗ったニットでしょみたいなこう比較みたいな画像を出してますけど、もうまさにそれですね。もう何回洗っても全然質が落ちない。まあもちろん、まあ3年ぐらい僕着てるのありますけど、3年ぐらいも着るとね少し毛羽立ちが出てきて毛玉が出てきたりもするんですけれども、まあこの値段で3年持ちは十分でしょって感じだと思います。さてじゃあまあ MB さん、じゃあこのアイテムの素材がいいのも分かったね、値段も安いのも分かった、それはいいんだけど、じゃあどんな風に着こなせばいいのかって話をちょっとしますね。まず僕一番初めにもし迷ったら買ってほしいのが黒のクルーネック。まあこれ一番ベーシックですよね。 V でもないタートルでもないベストでもないポロでもないなんか色も入ってないこの黒のベーシックなクルーネック、まず迷ったらこの1枚を買ってもらえればいいかと思います。あとまあ自分の持ってるアイテムとかと考えて、例えば白買ったりとか V ネック買ったりとか何でもいいとは思うんですけど、もし迷っちゃったらクルーネックの黒を買ってみてください。でクルーネックの黒、まずスタンダードな着こなしとしてはこんな感じでいいんじゃないでしょうか。本当にシンプルな着こなしで黒のこのクルーネックのメリノールのニットに、黒のまあやや細身のスラックスを合わせてですね、そうするとこういうニットってスーツの中にも着るでしょ。ジャケットの中、ね、シャツとネクタイの上にこうニットって寒い時に着るじゃないですか、こういうハイゲージのニット。つまりこういうニットってちょっとドレスライクなんですね。だから他の動画でも喋ってますけど、ドレスとカジュアルのバランスを7対3ぐらいで取りましょうって僕何度も言ってますね。でドレスとカジュアルのバランス7対3でしょ。だからスーツっぽいアイテムを7で、カジュアルな普段着っぽいアイテムを3っていうイメージなんですけど、7対3どういう風に解釈したらいいかっていうと、基本的にはトップス、ボトムス、シューズっていう風にバランス取ってあげて、3分割されるじゃないですか。そうするとコーディネートが。で、そのうち2つをドレスにして、1つをカジュアルにすれば、まあ3分の2がドレスで3分の1がカジュアルになるでしょ。まあ7対3、正確な7対3ではないけど、まあ3分の2対3分の1なわけだから、まあ似たような数字になるじゃないですか。なので、この画像もそうですけど、トップスがドレス、で、ボトムスもドレス、スラックスですからね。スーツで使うアイテムですから。で、足元の靴だけ、普段着っぽいスニーカー、白のスニーカーっていう感じで合わせてあげると、まあメリハリよくドレスとかジャンのバランスが取れるってわけですね。ただ、このまま合わせちゃうとすごくシンプルになるんで、ものすごくシンプルになるとちょっと地味っていう印象も出てきちゃうんですね。いかにドレスとカジュアルのバランスを綺麗に取りましたって言っても、ちょっと地味な印象が出てきちゃうと、どうしてもおしゃれっぽく見えなかったりするんですね。なんかかっこいい、シンプルなんだけど、ちょっと君地味だねっていう印象を持たれちゃうんで、そうならないように、ほんのちょっとだけ味付けしてみてください。シンプルな服装が好きな人でも、この画像みたいに、中にですね白 T シャツを挟んであげるんですよ。で白 T シャツ挟むとどういうことが起きるかっていうと、上下黒だとどうしてものっぺりしてて地味な印象になっちゃうんですけど、裾からちょっと白見えてるでしょ。この白があるとですねメリハリがつくんですね。地味ってどんな印象から生まれるかっていうと、のっぺりした単一の色彩ってなると地味って印象生まれちゃうんですね。だから
単一の色彩ではなくて、そこに一つちょっとこうアクセントを入れてあげるんですね。アクセントって別に赤とか青とかじゃなくて白とかでも全然いいんです。なんで白がアクセントになるかっていうと、これ上下黒ですよね。で、黒って世界で一番暗い色なんですよ。で、白って世界で一番明るい色なんですよ。だから暗い色の中に一番明るい色、真逆となる色を入れてあげてるから、メリハリがつくわけですね。だから上下黒なんだけど、真ん中にちょこっと白を入れるだけで若干地味な印象っていうのは抑えられるんで、ぜひこういう着こなしをするときはですね、中に白だったりとか少しだけ色を入れてあげると、あまり地味な印象にはならないですので、参考にしてみてください。で、もうちょっとですね、味付けをしようと思います。で、もうちょっと味付けしてストリートファッションっぽくするとどうなるかっていうと、こんな感じ。これ全く同じ上下のアイテム使ってます。黒のニット、さっきと同じです。で、黒のスラックスもさっきと同じです。実はスニーカーも全く同じです。そこにですね、キャップを入れてみました。で、キャップを入れるとちょっとストリートっぽい若々しいイメージになるじゃないですか。まあ僕も37だけど、ちょっと若々しいイメージになりますよね。ただでも、キャップを入れてあげると、さっきのドレスとカジュアルのバランス的にカジュアルが少し強くなってしまうので、強くなった分ちょっと揺り戻しをかけなければいけないので、シャツを中に入れてあげます。シャツっていうのはもうご存知の通りですけど、スーツで使うアイテムですから、これを中に入れてあげれば少しドレス感が出ます。こんな感じで足し算引き算みたいに、バリエーションを作っていくのがコーディネートの、僕のコーディネートのロジックなんですけれども、ドレスとカジュアルのバランスっていうことを考えて、キャップをちょっと足してみよう、だからカジュアルがちょっと増えたから、その分シャツを入れてまたドレスに引き戻そうっていうことをやるとですね、ちょうどいいバランス感になるわけですね。これ正しい数字を考える必要は全然ないです。これ7対3だから、これが1でとか、やたらそんなことが頭の中で考えなくても、なんとなくで全然十分です。キャップ入れたからカジュアル1個増えたよな、じゃあもう1個ドレスのアイテムどっかに入れよ、そのぐらいで全然大丈夫です。あんまり深いこと考えなくても大丈夫。なんとなくドレスが7、なんとなくカジュアルが3、その程度で十分です。実際やってみてください。で、こんな感じになるとですね、キャップが入ってもあんまりやんちゃな印象ってなくなると思います。で、なおかつですね、シャツを使うときにちょっと柄を入れてあげます。ストライプの柄を入れてあげるとですね、若干さっきみたいな地味な印象っていうのがなくなりますので、試してみてください。ちなみにストライプってスーツでもよく使う柄なので、あんまりカジュアルになりすぎないんで、柄を使いたいけど子供っぽくしたくないっていう人には特におすすめの柄なんで、ぜひ使ってみてください。これちなみにシャツも、ユニクロですね。パンツは GU です。で、今度逆にですね、もうちょっとストリートじゃなくて、もうちょっとクラシカルに大人っぽく、もうちょっと大人っぽくしたい、クラシックにしたい、ちょっとね、例えば40代50代で、いや俺ストリートって柄じゃねえから、もうちょっとこう渋くいきたいんだよねっていう人はこんな感じ。もうこれも全く同じエクストラファインメリノウールを使ってます。今回スラックスをちょっと変えてみました。スラックスはですね、チェックのスラックスを使ってます。まあちょっと見てもらえば分かるんですけども、黒のニットにスラックスに、革靴を足合わせてますね。まあこんな感じでちょっとこう渋めにドレスっぽく合わせてるんですけど、あんまりそのドレスライクなアイテムばっかり重ねてしまうと、ちょっとだけ決めすぎに嫌味な印象になっちゃうんで、崩しどころを作ってあげます。まず崩しどころとしては、このスラックスの柄ですね。スラックスを黒じゃなくて、ちょっと柄をチェック柄、これ見づらいんですけど、チェック柄が入ってます。チェック柄が入ると、まあさっきストライプってのはそんなに子供っぽくなりませんって言ったんですけど、チェックってね、結構カジュアルになるんですよ。まあ柄がストライプよりも少し複雑じゃないですか。ストライプって縦1本でしょ？で、チェックってその縦1本に横がまた加わるじゃないですか。柄が複雑になってるんで、少しカジュアル感が強くなるんですね。実際寝るシャツとかチェックシャツってカジュアルなイメージ強いですよね。だからチェックの柄って少しカジュアルになるんです。なので、ニットとスラックス合わせても、スラックスにちょっと柄を入れてあげてカジュアルにしてるって感じですね。こんなバランスの取り方もあります。それと足元ですね、基本的にスーツのスタイルって素足見せないと思うんですけど、これは素足を見せてます。あえてソックスをですね、見えないソックスを履いてですね、足首のあたりに素肌を見せてるんですね。そうするとスーツでは基本的に素肌って見せないものなんで、足回りの素肌を見せるなんて特にやらないと思うんで、ビジネスシーンでは。それをわざとやることで、ちょっとカジュアルな印象をプラスするというわけです。これちょっとまあ上級者なイメージかもしれませんけれども、こんな風にスーツと少し離して考えてあげると、ニット、スラックス、革靴っていう決めまくりのアイテムでも若干カジュアルに寄せることができるんですね。あとこれだけだとちょっと面白くないんで、もうちょっと渋めにするためにですね、中にスカーフを入れてます。このスカーフ柄がちょっとだけ入ってるので、こんな風にスカーフをこうニットの中に入れてあげると少し渋め
めでかっこいい印象が出ると思います。特にこの結婚式の二次会とかね、パーティーシーンとかでこういう柄物のスカーフとか入れてあげてもかっこいいですね。ちなみにこのスカーフ全然高いものじゃありません。4000円ぐらいかな。古着屋さんで買ったものなんで、探すと全然いっぱい出てくるの。ZOZO ユーストとかでも見つかるかな。いろいろありますんで、ぜひ見つけてください。で、かけてるメガネなんですけれども、これもですね、ちょっと渋めの雰囲気を出そうと思ってクラシカルなメガネをかけてるんですけれど、このメガネ実は1500円のユニクロのものなんで、別に全然高いの使ってないです。実はパンツもこれザラなんで安いんですよ。なんでこういうクラシカルな大人っぽい着こなしって、なんとなくお金の匂いがするっていうか、金かけないとできないようなイメージあるかもしれないんですけど、ファストファッションでも全然できるので、ぜひ試してみてください。はい、そんな感じですね。シンプルなメイノールの着こなし一つと、ストリートライクな着こなし、そしてクラシックな着こなし、こんな感じで三変化みたいな感じでやらさせていただきました。エキストラファインメリノール、本当にめちゃくちゃおすすめです。冬の T シャツだと思ってマジで買った方がいいと思いますんで、ぜひ1枚好きな色だったりとか好きな形のものを手に入れてですね、良さを実感していただければと思います。ちなみに僕はユニクロから金一銭ももらってないだろうな。そんなこともう言わなくてもいいのかな。そんな感じで、MB チャンネルやっております。今回はエキストラファインメリノールがいかに優れているかという話と、あと無印の、ニットもすごくいいんで、実は無印のニットですね、エクストラファインメリノールに対ウールを 90% 使って 10% シルク入れたりして、ちょっとユニクロと差別化を図ってるんですよ。だからユニクロとはまたちょっと違うね、風合いが、またちょっとマニアックな話になっちゃうんだけど、ちょっと違う風合いが出てきて、色展開も少し違うので、もし気になったらですね、ユニクロだけじゃなくて無印も見に行ってですね、無印のシルクウールのニットとかも見てもらっても面白いかもしれません。若干の風合いの違いはありますんで、今度またこの MB チャンネルの中でも比較動画みたいなのやろうかなというふうに思っております。そんなエクストラファインメリノールの紹介と、あとは着こなしの3変化ですねを解説させていただきました。ちょっと長くなりましたけども、参考になればと思います。はい、 MB チャンネルこんな感じでファッションの豆知識ロジックだったりとか、豆知識ロジックなんだ、あといろんなことを話してます。皆さんがおしゃれになれるようにサポートさせていただければというふうに思っております。よろしければ高評価とチャンネル登録をぜひお願いします。またお会いしましょう。 MB でした。バイバイ。